皆さんこんばんは、濱家の剣持です。今日はですね、ファクトリー900の初期モデル FA091 番をご紹介したいと思います。こちらの方なんですけれども、ファクトリーならではの立体感はもちろんございます。またこちらの方ですね、テンプルのエンドパーツのところは少し大きめに取ってありますので、重心のバランスも取れているという掛け心地も良くなっているアイテムです。ハマるような、ファクトリーならではの掛け心地なんですけども、この辺のアイテムからですね、ずっと継承されているという、そういうアイウェアになっています。掛けたところもご覧いただきましょう。こちらの方ブラックなんですけれども、このような印象のアイテムになります。レンズの幅もですね、56mm という大きさなんですけれども、非常にお顔のバランスにもですね、合わせやすい、大きすぎず小さすぎないという、程よいサイジングの大きさになっています。こちらの方ブラックなんですけれども、スタンダードなカラーということもあって非常に人気があるんですが、ちょっとですね、バージョン違い、クロマーブルというカラーです。こちらの方ですね、見ていただきますと、中がこのような生地になっているという、そういうアイテムになっています。正面からかけるとですね、スタンダードなんですが、少し角度を変えると中の生地がちらり見えるという、そういうカラーのアイテムになっています。実は先ほど私がかけていたこちらの方が同じタイプのブラウンマーブルというカラーですね。こちらの方非常に描きやすいアイテムで、私自身すごく気に入っているアイテムになっています。それとですね、ブラックなんですけれども、表面処理を変えてこちらの方のマットブラックになると、また少し雰囲気が変わってきます。先ほどのですね、はっきりとした雰囲気のタイプと比べてマットブラックになりますと、若干光沢を抑えることによって、少し落ち着きのある雰囲気が出てきます。また肌なじみのいい色合いとして人気があるカラーなんですけれども、こちらの方のグレーも非常に使いやすいカラーですので、こちらも人気のあるカラーになっています。本日ご紹介しましたファクトリー900の FA091 番、スタンダードなアイテムでありながら結構使い勝手のいい存在感のあるアイウェアになっています。楽しめるアイウェアですので、こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。